はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策のシュ,シュシリーズ第37弾やっていきましょうストップウォッチは用意しましたでしょうか皆さん是非ねストップウォッチを用意していただいてまずこの9問動画を止めてねチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があったら今からね自分が全部解説やっていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番の方から解説やっていきますのでどうぞよろしくお願いします では画面下げますのでお待ちください。行くよ。いやー、実はですね、ちょっと行き過ぎましたね。授業動画自体のね、撮影がめちゃくちゃ久しぶりで、もうなんかちょっと緊張してるんですよね。<laughs> で、これ、問題、まあ、こうね、ピックアップして、問題書いた後にいつも通り自分チャレンジしたわけですよ。で、今回自分のタイムが一応3分39秒だったわけですが、まあ、見せりましたよね。やらかしました。まあ、どこの問題でやらかしたかはね、説明の時で話していきます。じゃあ、まず1番から行きましょう。 でまずこれまあいつもねある計算問題です。で四則計算足し算と掛け算が入ってます。どっちが先かっていうと掛け算が先。だからここですね。2 ×な7先にやるとス1 4でちょっと書き直すと1 1ス1 4となるのでこれ計算してス3で正解となります。で次。 カッコの前に数字がついているので、こいつを分配法則で配っていきましょう。で、特にこの死守シリーズね、いっぱいやってくださっている方は、こういう問題いっぱい目にするじゃないですか。で、慣れてくると、このカッコの前にね、<laughs> ほら、引き算だよ、みたいな。あ、今マイナスだよ、と思って、ああ、引っ掛けようとしてるんすね、みたいな。落つみたいな感じで思えるようになったら、だいぶ強いです。なぜかっていうと、まあ、いつも言うように、引っ掛かりやすいところ。 ミスしやすいところをこう意識しながら解くことは、ものすごいケアレスミスが減ります。だから、こうなった時に、マイナスか、ああ、マイナスの配るときにミスを誘ってるんだね、みたいなふうに思ってもらえると非常にいいかなと。で、ちょっと戻ると、まずカッコの前に2があるので、掛け算で配ります。掛け算で分配法則、両方配ると、6a プラス 8b。で、ここですね、さっき言った。マイナスを配るんですが、これやりがちなミスが、マイナス 2a はするんですけど、 後ろをそのまま書いちゃうんですよね。このミスが多い。じゃなくって、マイナス、まあ、1が隠れてるんで、マイナス1を掛け算で両方に配る。つまり、こっちも変わって、プラス B になりますと。でもちろん、ここでストップではないです。A 同士、B 同士は計算ができるので、6A とマイナス 2A くっつけると A、4A。8B とプラス B くっつけると、プラス 9B となって、これで終了です。 ここはくっつかないからね。これで終了。で、次行きましょう。ルートですね。で、まあ、ルートがまず分母にありますと。分母にあったら有利化です。有利化ね。で、有利化はどうやるかっていうと、そのルートのものを上と下にそのままかけます。つまり、下にルート6、上にもルート6をかけるんです。 で、ルートっていうのは同じものをかけるとまあ、2乗になるんでルートが外れるんですよ。つまりルート6かけるルート6をすると、これルート外れて6になるのね。で6になることによって、ルートの外の世界の6とルートの外の世界の12が約分できるんで、ここは 2√6 になります。2√6。これが有利かね。 で右側の96っていうのはもしねパッて気づかなかったら因数分解やっててもらっても構わないんですけどこれ 16×6 なのね96って 16×616 16っていうのが4の2乗になってるからつまりこうなってる2乗になったものは外に出てくるから4が出てくるんでルート √96 っていうのは 4√6 に直すことができます まあ地道にね、えっと、2を先に出してもう一回2を出してでもいいんだけど、まあ、一発でいくならこうやるでルート計算外が2とマイナス4なのでここがマイナス2で中身は変わらないです。-2 6これで終了で次が一次方程式ですね。 で、これ、ま、なんだろ、基本的なね、もう一般的に、その学校でみんなが教わってるやり方だったら、左辺に文字があるもの、つまり X があるものを持ってくるじゃないですか。だから丁寧にやろうとすると、5X を左辺に持ってくると、ま、一回やるか。符号を変わって、マイナス 5X になりますと。で、マイナス13はこのままでいいよね。こう。プラス8を右辺に持ってくると、マイナス8に変わります。で、これ計算すると、 マイナス 3x マイナス21両辺マイナス3で割ると x イコール7となってこれで終了ですと。でもちろんねこのやり方で構わないんですよ全然構わないんですけど自分まあ多分これだとね暗算をしようってする方もいると思います。あの実際の入試の時はさこう時間が大事だから早めに終わらせたいわけこういうところはミスがないように早めに終わらせたいだから暗算にする子もいると思うんですけど。 これね自分これ暗算でやったんですよ実際にやったんですけどどうやるかって右辺にあの 2x を移行するんです 5x を左辺に持ってくるんじゃなくて 2x を右辺に持ってくる頭の中でどうやってるかっていうと 2x を右に持ってくると右側 5x-2x だから 3x だよなって考えるマイナス13をこっちに持ってくるとプラス13だから8とくっつけて21だよなって考えるで あの、数式ってまあ等式だね。イコールが入ってる時って、右にある右辺と左辺って丸々入れ替えるんだったら何も問題ないわけ。だから、丸々入れ替える。丸々入れ替えるなら符号付け、変えなくていいからね。で、3x の21。だから x7 だなっていう暗算をしたの、自分は。何が言いたいかって、マイナスってやっぱりミスが出やすいのね。 こっちのマイナスはまだいいんだけど、X にくっついてる方のマイナスって、結局マイナスで割るって行為を最後やるから、まあミスは出やすいわけ。正の数よりも。だから、自分の中で、あ、これこっちに持ってくるとマイナス3か、じゃあ右辺でプラスに持ってった方が、計算ミスしにくいかなって思って、意図的にこうやってやったのね。まあ別にこうやってやれってわけじゃないんだよ。絶対やんなきゃいけないわけじゃないんだけど、こういうアプローチ方法はあるので、ぜひね、 ああ、なるほどね。みたいなふうに思ってもらえると嬉しいです。まあ、だからといって強制はしないです。これでも全然構わないからね。で、5番二次方程式ですね。まずちょっとまとめましょう。x を分配法則すると、x2 乗プラス、えー、6x。右辺はちょっとこのままね。で、右辺にあるものを全部左辺に持ってきます。マイナス 3x、マイナス10にして全部まとめると、 x2 3x-10 乗を、えー、プラス x イコール0とこうなりますはい二次方程式ねきれいまとまりましたと。でこうなったらまあ大体がねこういうタイプですよ。カッコ,カッコイコール0になるんですけどここに、x、ね。x でかけてマイナス10になるここねかけてマイナス10になる数字のコンビの中で足してプラス3になる数字のコンビを探します。 でかけて −10 っていうのは例えば10 1 0 ×ス1逆もそうだね −10×1 あとは、えー、5 ×ス2と −5×2 だねあこの4つがあるとでこの中で足してプラス +3 になるコンビどれかなって考えるとこれなわけよ5とス2って足すとプラス +3 でしょだから数字見つけましたじゃあその数字入れようぜとこうね x+5 と x ス2イコール0と で、こうなったら、で、ここで終わりじゃないからね、今回因数分解しろじゃなくて、二次方程式を解けたから、ちゃんと、ああ、イコール書いちゃった。x イコール、今出てきた数字、プラス5とマイナス2の符号を変えます。符号を変える。つまり、ここにプラス5がいるんだったら、答えのところにはマイナス5。マイナス2がいるから、プラス2。2だね。この2つが答えになりますと。いいかな なんでね、まあこれでこういうふうに、ここの数字を逆にすればいいかって、いつもね、あの説明してる時もあるから、またかって思うかもしれないけど、飛ばして、うまく飛ばして、その子はね。で、これは、今さ、ここ、カッコの間って掛け算が隠れてるわけよ。こうやってね、なってるんです、こうやって。で、かけたもの、二つのものをかけて0になるっていうのは、どっちかが0になればいいんだよね。どっちかが0だったらかけて0になるじゃん。つまり、左のカッコ、 x プラス5が0になってもいいし右の括弧のス2が0にどっちかになってくれればかけたものは0になりますよとだからこれとこれを解くとこれ持ってくればね x イコール =5 だしこっちは x イコール =2 になるから結局答えになりますよっていうまあそれ一回一回やるとちょっとめんどくさいのでこの形になったらここの数字プラス5とマイナス2の符号を変えたものを答えに変えてもらえれば大丈夫ですただ えと括弧の中身がこういうふうに 2+5 みたいになった時はちゃんと計算しないとミスが出てくるんでちょっとね気をつけなきゃいけないんですけど大体その受験の問題のね一番最初にこう出てくる大問1の計算問題この基礎問題が集まってるところだったら大体このパターンだからそこに2がくっついたりするとあんまりないのでまあこれで対応できるかなと思いますいやーちょっとねちょっとごめんね下があんま回ってなくて申し訳ないですけどじゃあ6枚いきましょうサイコロです でサイコロを2個投げましたとで同時に投げる時に出た目の積が掛け算ね積掛け算の答えが9の倍数になる確率を求めなさいと。でちょっとこれ、えー、と1個話をと戻すというか違うところにアプローチするんですけどアプローチは違うねちょっと注目するんですが最後にこの問題ね最後に「ただしサイコロはどの目が出ることも同様に確からしいとする」っていう一言が入ってるんです。 でまあ、この一言が入ってる時と、まあ、受験問題で書いてない時もあるんですけどこれ何言ってるかってサイコロ今投げるじゃないですかで、まあ、1から6の目があるわけですけど1が出る確率も2が出る確率も3も4も5も6が出る確率も全部同じ確率ですよとこのサイコロ6めっちゃ出やすいっすからみたいなことはないよって言ってるだけねこれ何を言ってるかなんでこんなこと説明してるかっていうと、まあ、今までこう塾でね教えてきた時も 数学が苦手な子って意味がわからない一言が入ってるだけで数学その問題がめっちゃ難しそうに見えちゃうの。で、諦めちゃうんだよね。で、これもそうで慣れてる子なんかはさ、え、こんな一言でまさかって思うかもしんないけど、一言が最後にあるだけで、うわ、この確率絶対できないって思っちゃうの。そんなことなくて、ただただ別に何も気にせず普通に解いてくださいねって言ってるだけだから、この一言は。いいかなあまり気にせず解いてください。いいね。じゃあ、戻ります。 で、今回はサイコロ2個です。で、確率です。確率っていうのは、ほにゃらら分のほにゃららなんですけど、確率、サイコロ2個の時の分母は、36ね。サイコロ1個が6個でしょ目が。それをかけます。6×6 で36。めっちゃミスするのは12ね。6たす6で12分のって言っちゃう子がいるんだけど、気をつけよう。36分のです。で、積が9の倍数なんですけど、 確率っていうのはよく樹形図を書きます樹形図あの枝が出てるやつねで確率は樹形図を全部書いちゃダメですなぜか時間かかりすぎるからもったいない時間がだから本当はねちゃんと書こうとしたら片方が1の時1の11の21の31の41の51の62の時2の12の2って全部書いていくの36本になるからね当然36だからこれはね時間かかりすぎるじゃあどうするかっていうと 積が9の倍数になるコンビだけ探しに行けばいいでもちろんそのね慣れてる方なんかパッパパッパ出ると思うんだけどもしと苦手意識がねある方数学じゃだけじゃなくて確率でね苦手意識なんかがある方は一個一個考えます一個一個例えば自分よくね左側のやつに丸をつけるんですけど樹形図1の時片方が1ね片方が1なのの時にもう一個が何かが出たら9の倍数になるかなって考える。 9の倍数っていうのは、9、9に18、9 3 2七ってこいつらね、936ってこの辺。まあ36までしか出ないけど、ここはね。で、今、1に何をかけても、この9とか18にはならないじゃないですか。だから、1の時はないから、ないっていう。こうチェックしていきます。じゃあ2の時はあって。最後、2612。で 2, 5, 10、2510。24が8ってかく確認してっても、なんないから、これも出ない。じゃあ3の時はあって。 3の時は、サザンが9なんだよね。だから、その枝だらけ書きます。サザンが9。で、3、4、12、3、5、15ダメなんだけど、サブ6、18になるからさ。らこの時もオッケーで、全部確認していくと、4もありません。5もありません。で、6の時あります。これは、6、3、18。さっきの逆だね。3、6の逆。で、もう1個が、6、6、36。 この時は出てるとちょっと入ってなかったねすっごい下げますごめんよで全部確認終わりましたつまり枝は4本です4本分母は36って決まってるからじゃあ答えとしては36分の4で確率はね約分することが多いから必ず約分しますしなかったら×です約分すると九分の一となってこれが答えになりますいいかな、まあ、こんな感じでやっていきましょう で、7番、ねじれですね。ねじれの位置です。で、今回の主役は DE ですね。ちょっと赤にしておきましょうか。こいつとねじれの位置の関係にあるもの。で、ねじれっていうのは、まあ、よく出てくるんですけど、覚えやすい方法としては、その主役のもの、今 DE ね。主役のものと平行なものをまず外します。平行ダメです。平行なものと、 交わってるものを外してください一番シンプルな覚え方はこれねじれは平行と交わっているものを外すんですでまずいきましょう DE と平行なものまあ、平行ね平行関係はここです真上にあるこいつ AB これが外れますあとないね平行はねあと交わっているものつまりまあくっついてるものね、まあ、あの簡単に考えるとくっついてるものでいくと EF くっついてますここね BE もここでくっついてます で AD もここでくっついてて DF もここでくっついてるさあえ平行と交わってるものを外しました残ってるのはどれかっていうと AC と BC と CF これがねじれですねじれで今回は、えっと、ねじれにあるものを全て書けということなので、まあ、辺ってちゃんとつけてこれ順番はね関係は順不同で大丈夫ですえ辺 AC と 変どこだ BC と変 CF かこの3本がねじれの関係にあります。いいかな平行と交わってるものを外してください。ただですねただですあんまり、えー、と公立の、まあ、県立ね都道府県立の受験問題ってあんまり見たことはないんですけど注意しなきゃいけないのがえー、と五、えー、角宙です五角中 これ語学中難しいよね <laughs> と。とちょっとあ <laughs> ちょっと許してすごいフリーハンドで申し訳ないんだけど。こう五角形まあ五角形がその柱になってるタイプね。でこれでやっていくとね例えば。 ここことこ、れが主役ね平行なねじれの位置考えましょうって言った時にこれまあ上真上になるから平行で外すじゃないですかでくっついてるんでここ外しますよねここ,、まあ、ここでくっついてるからさ外すじゃうそうすると残り全部って行きたくなるんですけどここで注意があってこここことここ、バスですすなんですで、これどういうことかっていうと実はこの交わるっていうのは 延長した時に交わるものをアウトなのね。延長した時に。これどういうことかって、どこで交わんのっていうと、このね、こいつとこいつ伸ばしていくと交わるじゃないですか。だから NG なの。こっちも同じね。こう伸ばしていくと交わっちゃうと。まあなんかそれめんどくせえなって思う時は、同じ平面上、同一平面上っていうんだけど、同じ平面。今、下の底面、ここあるじゃん。ここ、底面ね。五角形下にあるでしょ。 そこの主役こいつと考えてる時に同じ平面にあるやつは絶対にねじれになりませんなぜなら伸ばしたら交わるからいいだから同一平面上にあるものって覚えてもいいし伸ばした時に交わるのも NG って覚えてもいいんだけどここも覚えておきましょうちょっと応用だけどね応用だけど基本的にはこの平行と交わってるものツで対処はできるんですが、まあ、こういうのも出てくるので気をつけてくださいちょっと今何分か確認していい はい、やばい。<laughs> やべえ、あと2もあるよ。行 <laughs> きましょうか。次ですね。えっ、ー、と、ちょっとざっくり書きました。全校生徒560人です。そのうちから40人を抽出しましたまあランダムに選んだと思ってください。40人選ばれたんです。誰かがね。で、その40人にアンケートを取ったら、ボランティアをやったことがある人。いいよ、ぼ、これがボランティアね。やったことある人が25人いましたよと。じゃあ、そっから、 全校生徒の中でボランティアやったことあるの何人かなって推定してくれと言ってます。いいね。で、これやり方は自分はもう比を使って、まあ、比例式を使ってね、やっていっちゃいます。で、どうやるかっていうと、今、こっちの左に関しては、まあ全部でって考えます。で、こっちは抽出、抽,抽出、あれ抽出 <laughs> した方ね。 だから、560人から40人選びました。で、40人だから25人でしょ。で、こういう関係ができるんですけど、このまま比例式作るの。このまんま。そうすると、560対40、横でね、560対40、イコール、そのまま、順番で、x 対25。まあ、これ縦で作ってもあ変わらない、いけるんだけど、こうやってやります。そうすると、 まな、あ、なかなか比例式なんでなかなか外外で掛け算するんですけどちょっとその前に大きくなっちゃうんでここ左側両方10で割っちゃいましょうあこれ OK ね比例式左側のこのこの中で10で割ったり何かで割ったりは OK だから約分もだからもっといっちゃうと56と4って4で割れるからこれ1にして4で割ってこっち14にしてもこれで OK いい簡単にするとね で中中外外だから中と中掛け算すると、X、外と外、まあ、2 5る1 4かやるとえっと250250 25 <laughs> 350かで、X、が350になったんでは、まあ、これが答えだと一応推定なんでおよそ何人って言われてるからまあ答えの何人は大体ねおよそって先に書いてあるけど一応ねおよそ350人と。 こう答えておきましょう <laughs> ちょっとね <laughs> ごめんよちょっと、ね、ずっと咳が止まらなくてね今我慢してたんだけどでした申し訳ないでラストです、えー、あとあ今書いてないですけどあからえの数量の関係のうち y が x の二乗に比例するものつまり y イコールほにゃらら x 二乗ってなるものを探しなさいっていう問題でこれはもうまず答えから言っちゃいましょう答ええですえこれが答え で、えー、っと、そこに、式も書けって書いてあるね。y を x の式で表せって書いてあります。で、絵はですね、底面の一辺の長さが x。高さが6センチの正四角錐の体積です。い,い正四角錐正がついてるから、下が正方形です。で、ここが x なの。正方形だから両方 x ね。で、それの、四角錐だからね。尖ってるやつ。 でこいつの高さが6です。高さが6。ちょっと見にくくてごめんね。で、ほにゃらら水っていう体積の公式っていうのは、底面積先に出します。底面積、下です。ここの面積。これは正方形だから、底辺だから、x かける x。つまり、x 2乗だよね。底面積、x 2乗かける高さ。で、 ほにゃらら中正四角中とかだったらこれで終わりです底面積かける高さで終わりなんだけど尖ってる水になったらそこに3分の1をかけます3分の1ねでそれが体積 y だからつまりこれ y イコールこれでしょで約分すればこれ y イコール 2x2 乗となるのでこれが答えになりますいいかな、まあ、答え確認するだけだったらここで終わりにしちゃってください で一応ね「あから「えの式も書いておきましょう黒にしとこっかわかりにくいからね「あから「え、まずア <laughs>「ア」ですね「かみかみア」ですね「ア」は半径が x センチの円の「周です「周、で「周は「周はえー、っと一応書こうか「直径かけるパイね」「周っていうのは つまり今半径 x だから直径径は2倍します半径 X なら直径は 2x つまり 2x×π なわけでこれをまとめると 2πx これが a ねで e は周の長さが 8cm の長の長方形の縦の長さを X 横の長さを y としますと周もうごちゃごちゃだけどね <laughs> ちょっとこの辺で、まあ、多分見にくいと思うあのなんだっけスマホの方ごめん 長方形ありますとで,周周りの長さが8です全部で,で縦が x 横が y なんですけど、まあ、見てわかるように長方形っていうのは縦が2本横が2本ありますつまり縦が2本 2x 足す 2y 横2本でね両全部足すと周が8ってなるからこうなる。でこれをちょっと y イコールっていうふうに計算まとめてねやっていくと y イコールマイナス x プラス4とこうなります。 いいかかかなな入るか <laughs> ちょっとギリかなう、ね、で最後じゃあ最後とかも、まあ「う」だねで面積が12平方センチメートルの三角形の底辺の長さを x 高さは y まあ面積の数字が出てる時ほぼほぼ、まあ、ならないんですけど2章に関してはでででここ使おっかごちゃごちゃでごめんよ面積12ですで底辺が x 高さが <laughs> y ですね でやっていくと三角形の公式っていうのは底辺×高さ ×2 分の1だねでこれが12だと今言ってるわけですはい切れてましたすいません <laughs> 今口でもいいかな底辺 x ××高さ y 1 2が12だとでそれをまとめていくとどっかスペースここでちょっとこれはやりたいんだちょっとねやっていい、まあ、こうなってるわけ でままずまあ2分の1邪魔なんで両辺にかけましょうかそうするとこうなりますね24で x かける y になってるんだけど x が邪魔なんで両方 x で割りますそうすると x が消えて分母に来るから y イコール x 分の24になりますうに関しては y x 分の24つまりこれ反比例なんだよねだもし反比例を探せって言われたらうが,うが答えになる今回に関してはこれもよく出てきます反比例見つけろっていう問題も。 ぜひね「う」は溶けてほしいなと思っています紹介したんですがまあこんな感じでございますすいません長くなりましたね久しぶりの授業がやっぱり長いまあこんな感じで趣旨シ,シリーズねこれからも撮っていきます特にこのシーズンは趣旨を固めていっぱい撮っていきますのでぜひねまあ勉強のお役に立てればと思いますのでこの次の趣、ね、旨シ,シリーズも見てみてくださいでは今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました